はーいはいはいはい、ピヤ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 スープ上パピースープ上パピー、もう小島さんも絶好調ですね。もう絶好調ですね、はい、もう赤い鼻をつけて、ちょっと若干鼻の軌道が狭くなって鼻声になっているかもしれませんが、大丈夫大丈夫、はい気にしないでください。あのパフォーマーと間違えられますよ。ということですもんね。ということです。でもこの時間ね、もうすぐ5時なんですけれども、やっぱりこう人もどんどん増えてきましたね。どんどん来てますね。私たちがいるのがですね、今駿府城公園のこの南口の門を入ってすぐのあたりなんですけれども、でここはですね、こう皆さんやっぱりこうメインになる人通りのある通りなので、まあこう人の往来この時間増えているのもそうなんですが、小島さん、どうですこの空気。いや最高ですね、本当に至る所でなんていうんですかね、真っ白の顔した人がいたりとかさっきはですね、私ジェンガ金次郎さんっていう、はい、二宮金次郎の銅像ありますよね。あの格好した、これ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 、はい、即席でねちょっとねやらせてくださいなんて言ったら、一緒にジェンガをやって、そうすると人がね自然と集まってきてっていうところが、至るところで起きているっていう、とっても愉快な場所ですね。もうまさにここがね、公園全体が劇場みたいな感じしますよね。そう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 、これいきなり始まったんですから、これ結構白熱しましたよね。即席でコンビ作っちゃったみたいな感じですね。みんな集まってきてますよ。2、3分ぐらいで終わるかなと思ったら、5分以上やってましたね。思いのほかね、盛り上がっちゃって、なかなかジェンガが倒れないっていうね。ただ小島さん見事勝利しましたもんね。すごい。いやすごい、早速映像にしてくれてる。すごいな。本当にこれ本当に10分ほど前ですから、本当に先ほど小島さんが偶然出会った。でこうやって一緒になって楽しめたっていうことなんです。そうだから今から来てもジェンガ金次郎さん、今ちょっと移動しちゃいましたけど、多分おそらくこれまた公園のどこかにジェンガ金次郎さんいるんで、勝負を挑みたい人は探して勝負してみてください。そうですね。はい。でそういうふうにですね、もうみんな一緒に楽しめるこの大道芸ワールドカップ、今日開幕したわけですけれども、日中の様子取材してきましたのでこちらをご覧ください。一流のアーティストが自慢のパフォーマンスを披露する大道芸ワールドカップ、静岡市の特別な4日間が始まりました。すごいワールドカップっていうことですごい盛り上がってて、すごい想像以上の盛り上がりでびっくりしました。子供にとったらやっぱり初めての体験なので、すごいなんか不思議そうな顔したり怖いって言ってみたりいろんな表情してっていう子供の反応が、たくさん見れるのがやっぱり嬉しいですね。今年はコロナ禍前と同じ4日間の開催、4年ぶりに海外からもアーティストを招き、世界8カ国から52組111人が集結しました。今年は30回の節目の大会、歴代チャンピオンによるスペシャルステージや国内アーティストの特別ユニットによるショーなども予定されています。本当に嬉しいですね。お客さんの数がやっぱ違いますよね。本当にありがたいと思ってます。お客さんが喜んでくれたんだな、待っててくれたんだなというふうに思ってます。おそらく皆さん来てよかったなって思ってくれるんじゃないかなと思います。ちょっと楽しくなっちゃったな、また明日から仕事頑張ろうかなみたいな、そんな方が一人でも増えてくれたらいいなと思ってます。世界の技に魅了され歓声と笑いに包まれる静岡の街、大道芸ワールドカップは5日まで静岡市内18カ所で開かれています。さあ本当にですね、朝から盛り上がりを見せている大道芸ワールドカップなんですが、私たちこの場所にちょっと移動しました。でこちらではですね、この後午後5時からですねステージが行われるということで、はい、すごい人ですね、小島さん。そうなんですよ、この火付盗賊さんのもうね、我々がここに来た4時ぐらいからもうお客さんが、ね、待ってる状態で、もうすごく人気があるんだろうっていうのが伺えますね。すごいです。さあ、そしてですね、はい、この、今回の、はいはい、まあ、大道芸ワールドカップなんですけれども、はい、まあ、改めてね、どういうものなのか、どういう歴史をたどってきたのかというのをご紹介させてください。はい。まあ、この今年で30回目を迎える大会なんですが、はい、2020年新型コロナの影響で、まあ、初めてこう中止になったんですね。はい、で、2021年、まあ、これも中止という、はい、で去年、ようやく3年ぶりに開催したんですけれども、はい、まあ、こちらはですね、まあ、例年の3分の1程度の規模、まあ、2日間の中で69万人が来場して、はい、ただですね、海外アーティストの招待はなかったわけなんです。やっぱりこの2020ね、21年エンタメ業界ってね、はい、苦しみましたもんね。そうですね、まあ、私もねイベントを、まあ、やる方の立場でもあったんですけれども、はい、やっぱりまだね2類っていうこともあって分類がね、それがやっぱりちょっとねお客さんの足をちょっとね、まあ、鈍らせてしまったのかなっていうのがあるんですけども、はい、まあ、今年はやっぱりまあ僕もイベントでねいろんなところでお客さんも声出していいねっていう状況があるんですけれども、まあ、そう僕このイベントには初めて来たんですけれども、本当にちっちゃい、ね、お子さんから僕のお父さんお母さんぐらいのお年頃の、ね、先輩たちまで本当にいろんな方々がそしていろんな各地からいらっしゃってるなっていう印象ですね。そうですね、はい、海外の、ね、方もそのアーティストの方以外にも、ね、いらっしゃいますもんね。はい、そうなんですよ、すごいですね。はい、そしてですね、はい、この今年の大道芸ワールドカップの規模感、改めて紹介させていただきたいんですけれども、はい、こちらはですね、11月2日から5日までの4日間、ようやく4日間行われるんですね。はい、で、これは実に4年ぶりで、海外アーティストもやってきます。世界8カ国から52組111人が集まりました。はい、そして今年は30回目の記念大会ということもありまして、特別企画スペクタクルショー、スペクタクルショー、はい、ちょっと言いづらいんですけれども、はい、こちら大道芸史上初めての試みでして総勢50名にも及ぶ国内アーティストと市民アーティストたちがですねコラボを繰り広げる豪華なステージで、はい、もう本当に今年ここだけでしか見られない、そういったまあ仕掛けもあるんですね。なるほど、それはぜひ見に行きたいですね。はい、はい、大橋さんご存知ですか？まだ当日券はあるということですのでね。はい、はい、私はですね、本当に実は見たことがなくて知らなくて、横浜とかでやってるの見たことあるんですけど、はい、こんな大規模でワールドカップっていうのは知らなかったので、はい、ちょっとこの後まだやってるのかな、うん、あるいは夜の部もありますね、はい、明日あたりちょっと行こうかなと。小島よしおショーを見に、はい、小島さん返してもらえないかもしれないですけど、私ちょっとその111人のアーティストにまだ一応登録されていないんでいるかわからないんですけれども、じゃあ来年だな。まあ大林さんのサメだったら普通に無許可で路上でやってるかな。素晴らしい。